ガトーフェスタ原田は、群馬県高崎市で創業した洋菓子店舗の名称を。株式会社原田が運営する。ガトーラスク、グーテデ、ロアなどの製造及び販売で知られる。1901年、和菓子業として創業し、創業者である原田牛太郎が、田野郡新町で和菓子店、松行堂を開業した。太平洋戦争に突入すると佐藤をはじめとする。 原材料の調達が困難となり、終戦後の食料統制下にあった1946年にパン製造を開始、主に学校給食向けパン需要を中心とし、一般客向けのパンと洋菓子の製造販売をするようになった。しかし、バブル崩壊後の贈答菓子の需要低迷、及びスーパーマーケットとコンビニエンスストアの台頭により、業績が悪化し、 1997年から3期連続の赤字となった。製パン業の時代から余剰となったパンをラスクとして加工し販売しており、かねてより好評であったことからこれをグーテでロアのブランドで2000年から発売。発売当初は売上が少なかったが、都内百貨店の物産店などでの反則が高を、そうして売上が伸び、経営危機を克服して洋菓子メーカーとして、 急成長した。北海道、宮城県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、熊本県、テレビ東京の経済報道番組である、ワールドビジネスサテライトの2011年1月14日の放送、金曜日の座行列のコーナーにおいて、1日あたり50万枚のラスクが生産されていることなどが紹介された。 またテレビ朝日のバラエティ番組、ストライク TV の2011年11月21日の放送では、ストライクスイーツのコーナーにおいて、AKB48 の指原リノがおすすめとして、主力商品のグーテデロワを紹介した。ABCDEFG、行列ができるラスク店の意外すぎる来歴。東洋経済オンライン。東洋経済新報社 2020年2月2日閲覧。AB、大人気。原田ラスク。売れ残りパンの再利用がルーツ。朝日新聞デジタル。朝日新聞社。2020年2月2日閲覧。AB、原田のラスク美味しい秘密商品開発の狙いは、感動。サンキビス。2020年2月2日閲覧。AB、全国一のビジネスリッチ政策が始動。高崎新聞。 二千十二年一月二十二日閲覧。高崎工場案内二千十六年五月十七日、閲覧 ABC、ガトーフェスタ原田が、創業店を刷新カフェに限定要請菓子も、工芸新聞社。二千二十年二月二日閲覧。価格 .com、テレビ紹介情報二千十二年一月十九日閲覧。ストライク TVAKB48、激オースイーツとして、 AKB48 指原里野さんが紹介ガトーフェスタ原田グーテデロワグルメマニア2012年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年1月19日閲覧ありがとうございます